大谷翔平さん、桜木花道みたいになってしまう。ミナシアン GM は、翔平は心をかき乱されてはいなかった。今夜もプレイしていいのか？今夜もプレイしたい、と言ったんだ。本当にメンタルが強いと話し、大谷は患部の状態を理解した上で第2試合に臨んでいたという。おかしいよ。大谷頭おかしいよ。野球やらないと死んじゃうの？本物の野球マシーンやんけ。恐怖すら感じる。野球漫画の主人公全員合わせたみたいな気違いメンタルしとるな。俺は今なんだ用事で言っとるな。怖えよ、どんなメンタルでやってんねん。当たり前だけど、今年がキャリアとして最高の年と考えた上で引退も覚悟しているからだろ。息苦しいよ。野球に脳が支配されている。重野五郎以上の野球基地。ちょっと異常だろ。真の野球基地。野球選手として生き急いでそうだな。キャリアハイが過ぎ去ったことを確信したら野球やめそう。野球選手として終わったらどうするんやろな。栗山だか白井だかが多少の怪我を隠して練習したがる大谷をなんとか休ませることが最も難しい仕事とか言ってたな。大谷の上半身と下半身の管理するために栗山秀樹をメジャーに派遣しろ。シーズン完走するんかな。即手術すれば打谷は来シーズンの開幕に間に合うらしいけど、50本打てそう。ホームラン打点の2冠狙えそう。これがあるから TJ するとしてもシーズン終わってからやな。親父の栄光時代はいつだよ。全日本の時か。大谷は今なんだよ。